に買い物に行ったら面白い本を見つけちゃったわ。早速しのぶとかなと一緒に読んでみましょうっと。見て、面白そうな本を買ってきたわよ。何の本？サイコパス診断？姉さんたら変わったものに興味を持ったわね。サイコパスってどういう意味？そうね、ちょっと変わり者って感じかしら。ちょっとどころじゃないわよ。サイコパスって犯罪者にも多かったりするんだから。知らなかった。この本にはいくつかの質問があって、その回答から診断ができるみたいなの。質問にみんなで答えていきましょう。よくわからないけど、姉さんが楽しそうだからいっか。仕方ないわね、付き合ってあげようかしら。それじゃあ行くわよ。カナオに読んでもらっていいかしら。いいよ、じゃあ読むね。それでは質問その1。この診断の結果で、あなたはサイコパスですと診断されました。あなたの感想は？1、そう診断されたのなら仕方ないと思う。2、何とも思わない。3、この診断は間違っていると思うので、診断はインチキだと他の人に言う。私は2かしら。確かにカナエ姉さんはあんまり気にしなそう。私は1かな。私は3ね。だって私がサイコパスだなんて間違っているとしか思えないもの。それじゃあ質問その2。悪者が目の前にいるとき、あなたはどうしますか？1、誰かに助けを求める。2、とりあえず逃げる。3、悪しき者は自分が成敗する。私は3。まあ、鬼殺隊の大使としては3を選ぶしかないわね。ええ、悪しき者はどんどん倒しますよ。それじゃあ次、質問その3。友人と3人で山に来て遭難しました。食料はおにぎりが1個しかありません。あなたはどうする？1、みんなで分ける。2、あなたは我慢して他の2人に譲る。3、もちろんあなたが独り占めする。私は1かな。みんなで食料を分け合って、絶対に全員で生き延びる。私は2、みんなに譲るわよ。姉さん、ちょっといい人すぎない？そんなことないわよ。カナエ姉さん大人だね。しのぶはどれを選んだの？私はこの中に当てはまるものはないわね。あら、それじゃあしのぶがこの状況になったらどうするの？そもそも誰と一緒に山に入ったかによって行動は変わると思うのよ。体力のある人が一緒なら、その人に下山を頼んで助けを呼んでもらうわ。体力がなさそうな人が一緒なら、その人におにぎりを食べてもらう。あとは無駄なエネルギーを使わないように気をつけながら助けを待つわね。確かにその判断は正しいけど、今回は3つの選択肢の中から近いものをとりあえず選ぶんじゃないのかな。しのぶらしい答えね。カナエ姉さんは納得してるみたいだからいっか。それじゃあ質問その4。子犬が捨てられていました。連れて帰りたいけど、自分の家には犬嫌いの同居人がいます。どうする？1、同居人に相談する。2、仕方なく子犬を見過ごす。3、とにかく連れて帰って飼う。私は1かしら。ひとまず相手に聞いてみると思うわ。私もカナエ姉さんと一緒で1。私は3かしら。え、しのぶ姉さん、動物嫌いじゃなかった？そうだけど、子犬がかわいそうだし仕方ないわよ。しのぶは優しいのね。でもその同居人が富岡くんだったらどうする？彼犬嫌いでしょ。富岡さんと一緒に住んでいたら？そうね。あら、こんなところに子犬が捨てられているわ。かわいそうに。でも私、毛が生えた動物は苦手なのよね。くん、こんなにまっすぐ見つめられたら置いていけるわけないわよね。よし、おいで、一緒に帰りましょう。うん。ただいま戻りました。おかえり。富岡さん、どうした？
実は帰り道で子犬が捨てられていて、あまりにかわいそうだったので拾ってきちゃいました。ワオン。なに？ほら、撫でてみてください。やめろ。いきなりはびっくりするから、せめて俺のタイミングで行かせてくれ。私も動物は得意ではありませんが、放っておくこともできませんし、少しずつ慣れていきましょう。いやいやいや、ちょっと待ってくれ。しのぶ姉さん。あ、ごめんなさい、ちょっと脳内シミュレーションしてたの。どうだった？やっぱり富岡さんにも我慢してもらうわ。一切遠慮がないどころか、すごい笑顔。じゃあ診断結果を発表するわね。1の回答が多かったあなたは割と常識人。あ、私だ。あら、私も割と常識人のはずなのに。そして2の回答が多かったあなたはズバリ天然な性格。あら、私これに近いのかしら。うん、姉さんは間違いなく天然だと思う。この診断意外と合ってるのね。じゃあ3が多かった場合の結果は？嫌な予感がするけど。ええ、3が多かったあなたはズバリサイコパス気質。嘘でしょ。忍は全部3だったわよね。全部じゃないわ、その他って回答もあったでしょ。それなんだけど、1から3以外の回答する人は完璧なサイコパスって書いてある。そんな。まあサイコパス気質っていうのは必ず犯罪者になるわけじゃなくて、世のためにみんなができないようなすごいことができるって場合もあるのよ。なるほど、それならしのぶ姉さんにぴったり当てはまるね。本当にそう思ってるの？二人とも。あら、富岡くんじゃない、来てたのね。富岡さん、いつからいたんですか？いや、割と最初からいたんだが、声をかけるタイミングがなくて。じゃあ、全部聞いてたんですか？ああ、俺も、胡蝶はサイコパスだと思う。ちょっと富岡さん？恋人の水柱様が言うなら、やっぱりそうなのかも。もう、富岡さんまでひどいです。そこまで言うなら私も少し自覚もありますし、話を盗み聞きした挙句、私がサイコパスだと言った富岡さんにはどう復讐しましょうか。では。え、いつの間に着替えたんだ？今から富岡さんの定期検診をしたいと思いますが、私がもしサイコパスなら何をされるか分かりませんよね。覚悟してくださいね。おい、課長、何言ってる？なんでしょうね。あらあら、なんだかんだで二人は仲良しね。そうだね。それじゃあかなお、私たちはお邪魔のようだから行きましょう。はい、水柱様、ごゆっくり。いやいや、俺を一人にしないでくれ。水柱様に迫っていく忍姉さん、すごくいい顔してたの。あの後水柱様がどうなったのか少し気になるけど、知らない方がいいこともあるだろうし、深く考えるのはやめよう。この動画はどうだった？コメント欄で感想を聞かせてください。